では初めまして、ゆりこたえがと申します。コスプレイヤーとタレントをやってます。すごい。はい。で今は Twitch 配信とかもやってます。今100人と100人。Hello。 私も Twitch をやってます。普段は何が仕事をされてますか？仕事はまだないです。まだない。まだありません。日本にいつ来たんですか？今1年ぐらいに。あ、じゃあコロナの時、はい、ずっと日本に住んでいます。あ、そう、ずっと日本に住んでます。はい、1年前から。はい。すごい。それ、あ、留学生。はい、あ、留学生。日本語の学生です。日本語の学生だ。今日はなんで秋葉原にいますか？そうですね。今日は2回目秋葉原に。2回目？はい。そしてポケモンのカード。ポケモンのカード、買い取り？はい、そうです。今持っているんですか？全部。すごい。あなたはポケカのオタクですか？ポケモンオタク？まあまあ。でもこれもコレクションだけ。コレクション。ちなみに今ポケモンのカードの中で一番レアのカードとか持ってますか？一番お高いものとか。今日は全部売りました。売っちゃったんだ。でも違うのか、英語のカードだけです。あ、英語のカードだけか。はい、ちなみにいくらぐらいもらえたんですか？わかんない。7万。7万。Oh my god。 珍しいのカード。はい、入ってた。はい。売っていいのかい。はい。売りました。ブラジルで買ったカードですか？ああ、いいえ。どこ？インターネットで買いました。インターネットか。面白い。ちなみに今日売ったカードで一番高く売れたカードって何のカードですか？リザード。チャリザード。写真とかあります？写真。あ、これです。あります。あなたのカード。これ？はい。オッケー。すごいな。いくらでしたリザードのカード？いくら？日本語わかんない。1万2万。1万8000。1万8000。すごい。ポケカはよく売るんですか？いっぱい持ってるんですか？はい。すごい。今までポケカ何円ぐらい使いました？それはちょっと秘密いっぱい使いました。趣味とかありますか？趣味は可愛い服を着ることです。そうですね。めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよね。一番ハマってるもの、一番好きなアニメとか作品とかありますか？一番好きな神様始めました。知ってますか？はい、知ってます。いいね、可愛いですね。はい。ポケモンカード以外、自分のお宝物はありますか？ポケモンのカードとグルミ。知ってますか？グルミ。わからない。ぬいぐるみ。なんか写真あるかな。ぬいぐるみのグルミ。はい。グルミ。写真とかありますか？ごめんね。グルミ。あ、これ？これ？はい、そうです。確かに高いね。私のインスタグラムいっぱいあります。グルミ、グルミ、グルミ。本当だ。あ、本当だ。日本で何してる時が一番楽しいですか？配信。配信、今配信もやってますね。毎日。毎日やってる。わあ、すごい。はい。毎日みんな日本見せてください。いや、面白いのもの見せてください。フォロワーはブラジルの方が多いんですか？はい。何人ぐらいいらっしゃるんですか？今。あ、1万5千。すごい。1万5千だね。わあ、すごい。ブラジルのファンの人たちは、どんな日本のことを、こう紹介すると喜びますか？アニメとか、ポケモンセンター。ポケモンセンター。はい。おお。やっぱりそうだね。ポケモンセン好きなのもポケモンだと。ポケモンセンター日本しかないからね。うん。そうだね。ありがとうございました。すいません。忙しい。ちなみにそのあなたのTwitchのアカウントとかを教えたのがこう URL をコピーするのは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いです。